はい、こんにちは、カズボーです。ポケットモンスターサウンドブーム続きやっていこうと思います。前回ですね、16番道路の先の、これどこでしたっけ、裏の花園かな、そこで攻略したんですけど、その先行ったらね、まあ町かなんかあるんかなと思ったら17番道路に行っちゃったので、まあ今回はこのね、ハイナ砂漠って、これね、確かこれ話すとゴーストタイプの試練こなしたらいけるって言ってたので、寄り道になっちゃうのかな。はい、島めぐりさん、こちらキャプテンミニゲートはゴーストタイプの試練をこなすものの見ておりますよ。だからミミッキュとかね、ルシのミミッキュを倒したら取れるようになるってことですよね。だから先来ちゃっていいのかな。おお、ゴーストタイプの Z クリスタルですね。ではキャプテンミニゲートをオープンさせちゃいますね。なのでね、先がどうなってるかわからないんですけど、短かったらね、他のポケモン捕まえたらミミッキュを捕まえて交換したりしてね、まあ、早かったらね、早いパートになっちゃうのかなと思いますけどね。ゲートの奥に広がるハイナ砂漠は風の影響か、毎日様子が変わります。よろしければ美味しい水もらえません？はい。ウォーサンキュー。じゃあお礼のビビリ玉。ポケモンに呼ばれてやってきた仲間のポケモンって強かったり、色違いが多い気がしない？多かったり？色が違う。トレーナーのニョロゾですけど、あ、トレーナーじゃないね、パートナーね。特性が貯水で水をかけてあげると喜ぶの。ちょっと行ってみようか、ここね。全然わからないんで。なんで、ポケモンね、進化すればいいんじゃないかな。お、なんかいるね。これ、ディグダかな、これは。あ、ダグトリオ。さあ、これ今更気づいたんですけど、写真撮る機能あったじゃないですか、ポケファインダー。あれね、6枚ぐらい撮るとね、なんかポイントもらえてね、写真がだんだん強くなっていく。らしいんですけどね。全然自分分かんなかったですね、それ。今更知ったっていうね。一撃。普通に進化させちゃいましたけどね、これもね。他のポケモン連れてきてるので、また進化すればいいんじゃないかなと思うんですけどね。いくつで進化するかわかんない。これも珍しいのいるのかな。なんかいるようでしたらね、またそこ戦ってみたいと思うんですけど、ほとんどダグトリオなんじゃないかな。あ、珍しいね。これなんだろう。ナックラ。ナックラ。これは捕まえましょう。お、いいね、一発。これ種使わなくちゃなかったような気がするんですけどね。3回進化しますよね、これもね。はい、アリ地獄ポケモン。大きな顎で邪魔な岩を砕きながら砂を掘る。巣穴の形はすり鉢状。アリ地獄ですね。これもね、なんかポケモンが進化したら連れていこうと思います。まあ、図鑑がね、だんだん埋まっていっていいのでね、その方が。お、フィラノミ。これなんか積んである石とかもなんかないかな。これ案外ね、お、なんだ？右にも行けるんだ。お、野生のポケモンもいますね。お、あ、あ、メグロコ。これも進化しますね。お、一発ですね。はい、ワルビル窓はね、見てるんですよね。なんかトレーナーが持ってたんでね。砂漠アニポケモン。砂の中に身を潜め、上を歩いた獲物の足をがぶり。大好物はナックラ。ナックラはやばいぞ。これもね、後で連れてって進化させようと思います。
PPMAX。 これ右はとりあえずこんな感じですね。なんで珍しいポケモンとかもやっぱいますよね、これはね。とりあえずナックラー、メグロッコ、まあ、ダグトリオね、これはもう捕まえたので、これオスじゃないと進化しないとかないですよね、これおそらくね。やっぱり左と右あるのでね、全部回りたいんですけどね。51になりました、ジュナイパーね。エンカウントも結構高いんですよね。これもしかして戻ってきた？じゃあ上かな、戻ってきてたら。戻ってきましたね。なので、さっきの上ですね。これなんかケンタロス乗ってもいけるんですね。いてえ、ホコリが目に、俺のポケモンも目をこすってるよ。何？関係ないのこれ。とりあえず、まあ、虫除けスプレー、使ってきてるんですけどね。なんか、メグロッコとナックラーしか出てこないので、まあ、こういうのは、エンカウントしたらしょうがないんですけどね。まだ先行けなかったりする実はこれ。右にもありますね。ジガルデキューブ。左もじゃああるな。さては。ここ、バンバドロ。地帯。ね、いけるんですよね。これなんかムーランドとかな、ダメか。なんか何これ。なんかあるよね。絶対これなんかあるよ。でもそろそろポケモンも違うの出てくるかな、これ。こんななってるってこと。おや？いて、ホコリが目に。あれ？戻ってきちゃった。この、いて、ホコリが目にって言った人の、何？右側の上に行けば、さっきのところ行けんですね。これ覚えときますよ。なんか絶対ある、あれは。こちらの上は？あら、戻ってきた。ってことは右なんだ。やっぱ迷路みたいな、無限ループみたいな感じなんかな、これ。やっぱりそうだね。スプレーは使わない。まあ、ここの右まだ行ってないので。ここ初だ。なんだこれ。カズボウは台座に置かれた Z クエストを手に取った。エスパー Z なんかあるんだ。いいのかな、もらっちゃって。エスパー Z ありますね、ここにね。上が、上行くと無限ループなんで、左側も行ってないですから、ここも初だ。ここも初だ。バンバドロ。ここだけ行けば、とりあえずミミッキュとかね、捕まえたいんでね、またね。何もないのか、これ。こんな感じか。
まあね、エスパー Z とりあえずありますね。まあなんかありそうですけど、とりあえずね、まあ、灰の砂漠入ってみたらね、こんな発見がありました。なので、化石とかもちょっと見たいので、化石ちょっと見ようか。例えばあの化石取ってからね、この化石復元所っておそらくポケモン手に入るんじゃないかってすっかり忘れてたんですよね、ずっとね。はい、なのでね、これどこだろう、これ上か。まあこのね奥なんですけど、復元できんのかな。ここはドリーム牧場、化石の研究やってるぞ。お前さん化石持っとるな。ポケモンに復元するか。はい。じゃあ、羽の化石。羽の化石をポケモンに復元するぞ。はい。お前さんから預かった化石はポケモンに戻った。これがアーケンだ。こういうことね。アーケン、出てきたんですけどね。やはりこれは化石から復元されるポケモン。これも進化させましょう、後でね。はい、サイコドリポケモン。飛ぶことはできなかったようだが、高い木の上から滑空し、獲物を取っていたらしい。じゃあどうやって高いところ登ったんだろうっていう話ですけどね。じゃあボックスに送ります。今持ってるポケモンがね、進化したらね、一旦入れていこうかなと思います。結構ね、化石ポケモンって時間かかんじゃないですかね。いつの日か大昔のポケモンでここいっぱいにしてやる。そう、それが牧場。もう一個あるね、縦の化石ね。これも順番にやっていこうと思うので、まあこれは、ここだけはね、この二つ、コニコシティでね、売ってますんでね、この化石は。縦トップス。これは前いたポケモンです。アーケンも前いたのかな？ちょっと自分わかんないんですけどね、第4とか5とか、世代とかちょっとわかんないんですよ。5世代かな？そこら辺ちょっとやってないんでね、もしかしてそこにいたポケモンだったら、まあ初じゃないですけど、縦トップスは知ってますね。はい、シールドポケモン。頑丈な顔のおかげで敵は少なかったと思われる。太古のジャングルに潜んでた。とね。あ、これも後で連れてきます。これもね、使えるんですよね、案外ね。使いようによっては。まあ今回のポケモンではどのぐらい使えるかわかりませんけどね。まあ、相性もありますんでね。なので、ちょっとミミッキュだけ捕まえてみましょうかね。ミミッキュはスーパーメガヤス後にいるので、まあ、今回はね、それ捕まえて終わりにしましょう。まあ、捕まえられるかどうかわかりませんけどね。いつまでか昼になってるし。ここですね。このメガヤス跡。ここにね、ミミッキュがいるらしいので、捕まえて16番道路でね、なんか交換できるのでね。おそらくゴーストとかゴルバットばっかり出てくるんですけど、いきなり出てくるなんてことはないと思うので、出てこなかったら、ね、出てくるまでやりたいと思います。はい、ですね、ミミッキュを探したらクレフィーが出てきたのでね、捕まえようと思います。ここにいるんですね、クレフィーね。あ、どこにいるのかなと、ブンブン見てなかったんでね、見てたら、ここにいると分かったんですよね。こんな感じでミミッキュも出てくると思うんですけど、とりあえずね、ゴルバットとゴーストしか出てきてなかったので、今までね。あ、捕まえなかった。よし。結構簡単ですね、捕まえるのね。こう、捕まえて経験値もらえるシステムいいですよね、これね。進化しないですよね、これね。はい、鍵束ポケモン。頭の角を金属の隙間に突っ込んで金属イオンを押す。なぜか鍵を集めている。なぜか鍵を集めているね。鋼とフェアリーなんだ。これはね、送ります。またね、探したいと思います。だんだん図鑑も埋まっていきましたね。はい、ベトベタレベル38進化しますね。これであの気色悪いアローラベトベトになるはずなので、他のポケモンこれでようやくレベル上げれますね。ベトベターがね、やっぱりまあ高レベルですね。38なんでね、結構時間かかりましたね。最初からずっといたベトベターだったんでね。
はい、意外におとなしく懐くが餌のゴミをずっとあげていないと家の家具を壊してくらいです、うん、やばいね。ベノムトラップ、ベノムトラップ、これは毒状態の相手は攻撃特防素早さが上がる。もう毒統一にしようかな。なので違うポケモン入れていきます。はい、なんだかんだ昼になっちゃったんでね、まあ出てね、前ちょっとププリン取ってなかったなと思ってね、ちょっと探しに来たら出てきました。これもね、懐かないと進化しないのでね、まあ、これの進化系もここにいるらしいんですけどね、まあ、そっちの方が早いかな。おーすごい一発。でもなんかジュナイパー右を気にしたんだけど何あれ。なんでこうプリンプクリンって進化するんですけどね、守ってないですね、まだね。はい、風船ポケモン。ポンポン弾みながら移動。たくさん動いて汗をかくと、ほんのり甘い体臭がするとね。なのでね、EV とかもね、もう結構捕まえたんでね、いろいろ進化できればいいんじゃないかなと。まあ、3体ぐらいめんどくさいのいるんでね。またいずれ進化させようかなと思うんですけど、とりあえずね、ミミッキュ捕まえに行こうと思います。はい。なんかね、捕まえようと思ったらレベル上がっちゃいましたね。ヤブクロン。36かな。これもまた変えていきたいと思います。なんで、ね、今回なんかいろいろ手に入りそうですね。はい、ダストダスになりました。これね、また図鑑埋まります。最終的に何連れていこうかなとか思ってるんですけどね。はい、毒ゴミ捨て場ポケモンだ。ある時期アローラで爆発的に増えたが、ベトベターが来てからはその数はガクンと減った。もう食べられたんだね。あ、目黒子も進化しますね。やはりミミッキュはなかなか出てこないですね。結構もう戦ってますよ。もう一段階進化するみたいなんでね、これ特殊なんかな。はい、砂漠ワニポケモン。目を覆う特殊な膜のおかげで真夜中でも辺りをはっきり見ることができると。特殊な膜ってサングラスみたいなんです。はい、ということでまた交換していきたいと思います。なんでまた出てこないかな、ミミッキュとかね。やっと出たミミッキュ、野生のミミッキュが出てきた。これはね、どうなんだろう。いきなり捕まえられるのかな。ダークボールの方がいいよね。ダークボール何個かあるんだけど、これ、レアなんで、おそらくレアですよね。これなんか強いって聞いたんだよね。確かになんか一回。あー、ダメか。騙し打ち。一回倒しても確かにね、なんか頭がね、なんか折れた感じでね、影の一撃じゃ倒せなかったんですよ。弱点なんだけどね。減らしてからの方がいいかな。レベル50、52なので、あ、ミミック出てきた。効果抜群なんだけど、これ一切りじゃいかないんですよね。ねえ、面倒なんですよ、これ。化けの皮って、ね。参ったな。
これでとりあえず1体倒しとかないとね、危ないんでね。こうやってね、簡単にね、仲間呼ぶときは出てくるんですけどね、ポケモン。ワルビルとかでどこまで行けるかな。噛み砕くと一撃ではいかないようにもしてね。いいね。こっちも攻撃下がっちゃうけどね。下がっちゃいますね。甘えるって下がるんでしたっけ。別にガクッと下がったらまずい。とりあえずこれで化けの皮が剥がれますよね。まあ下がってくれればね、倒すことはないので、逆に捕まえるときは、ね、嬉しいんですけどね。下がりすぎもあんまりいいことではないので。この化けの皮結構使えますよね。3段階下がったけど大丈夫かな？ミリ単位しか減らなかったりして。あー、こんなもんか。まあ、ね、ちょこちょこ減らしていけばね、いずれ黄色くなったりしてね、捕まえやすくはなると思いますので、まあ、そこまでやっちゃえばね、まあ、時間かかるけど、時間かけてね、まあ、逃げられるよりよっぽどいいのでね。よし、捕まえた。よしよしよし。やった、ミミッキュを捕まえた。よし、今回これで目標達成だ。お仕置き。バルチャイのお仕置き。能力変化で相手のパワーはしているほど。いやー、とりあえずは、騙し撃ち。乗りました。これ次いるんですね、ここにね。化けの皮ポケモンだって。化けた姿、化けた姿、化けてない姿がある。じゃあさてはね。恐ろしい姿をボルヌノで隠し、人や他のポケモンに近づく寂しがりや。恐ろしい姿なんだ。なんかあるな、こいつ秘密あるな。ボックスに送って、これはとりあえずね、あのエーテル財団の方に見せに行きたいと思いますので、まあ面倒だね。はい、ここですね。ここに持ってきてくれてたんで。ミミッキュ捕まえた。ラッキー、図鑑見せて。もう大変でした。ほーら、やっぱじゃん。布の中身が分かんないとか絶対怖いポケモンじゃん。仕事だからってゴーストポケモンの調査とか正直きついし、図鑑のデータ移して上司に報告しよっと。ああ、ありがとうね。あんたトリマ怒られずに済むわ。あ、ギャラ持ってってよね。遠慮とかいないから。もう2万円もくれる。2万円もらえますね。ミミック捕まえると。制服に憧れて入ったけど、ポケモンの保護とか意外ときつくって。好きだけじゃやっていけないよね。まあそうかもしれませんね。難しいっすね。なのでね、まあ今回ここまで捕まえたんですけど、まあミミック捕まえてね、また次回進んでいくんですけどね、寄り道もして、まああの砂漠でね、エスパー Z 手に入ったので、あれも収穫ですよね。あとミミック履いてね、まあ、ヤリウータンはいつ捕まえるんだって話ですけど、まあ、あそこに行ったらね、イーブイ連れて行ったらまた進化するので、まあ、いずれまたやっていこうと思います。ということで今回こだわりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。